アフターシックスジャンクション。アフターシックスジャンクション、カルチャー界の重要人物を迎えて、お話を伺うカルチャートークのコーナーです。ということで、今夜のゲストは女優で作家の松井玲奈さんです。よろしくお願いします。松井です。よろしくお願いします。なんかずっとこう一方的に、拝見してた方がこう。コンタイルスタジオにいらっしゃると思います。不思議な感じがします。はい、ありがとうございます。顔の小ささがね。凄まじい。はい。はい。雰囲気がね。 ありますよね本物だって感じがいたしますが素人っぽく見ちゃうさあということで改めて松井さんのご紹介皆さんご上知だと思いますが改めてご上手させていただきます松井玲奈さんは1991年生まれの27歳同い年なんですああそうなんですね嬉しいです同い年でだけで嬉しいというまたこの素私も嬉しいです勧めさせていただきますだから宇田さんが自分を抱きしめるどうぞ2008年からは SKE48 2014年からは乃木坂 46の兼任メンバーとして活動され2015年にグループを卒業されました卒業後は女優として数々のドラマ映画にご出演現在 NHK で放送中の連続テレビ小説「満腹にもレギュラー出演中ですそして来月4月5日に小説家として初の短編集「カモフラージュ」が集英者から発売されます あのですねもうさっきからちょっと言ってますけど、これ、すごいですよ、本当にすごいです。あのどうすごいか、後ほどね、ちょっと聞きますけど、松井さんがすごく、あの本、すごく読まれる方というのは、存じ上げていたんですけど、あありがとうございますのやっぱそれが、こんだけ血肉になってる方なのかっていうのに、血肉になってる方なのかっていうとに、すごく、驚いたってうと失礼ですけど、あこんな、やっぱ本当に本読んできた人なんだなっていうのが分かる。 作品だったと思います。嬉しいです。ありがとうございます。だって、これで出版が。そうです。初めてです短編集と思えない。どうして、これが出来上がっていったのか、ちょっとお話を伺いたいと思います。はい。ええ、新刊カモフラージュ、えっと、これ、六つの短編小説からなる、まあ、オムニバスということですよね。はい。あの、これが何がすごいって、この六つの短編が、どれもジャンルが全然違うし。扱ってるテーマも違うし、文体、当然文体も違って、うん、まして、も違うし。 だからこれをいきなり最初にもうちょっとそのだからね例えば私小説寄りな部分であるとかうん、うんはい、あと恋愛小説寄りになったりとかまあ松井さんご本人の,このパーソナリティによったものっていうことであれば想像もつくんだけど、うんはい、要するにもう読み終わると。はい まあ名分けがないって本当、あらゆるジャンルというか、すべ <laughs> てがかけ離れてるところからこうそ<う>作品が作られて俺れにどぎもを抜かれまして。<ー>はいえー、ということで、ちょっと伺うと思うんですけどど、うん、れまずこういう形で、オムニバス、短編のオムニバスにしようというのはなぜ それはあの本を作りましょうってなった時にまず長編からっていうのが多分大変だろうってなってでその中で一つのテーマを決めてそれで何本かの短編を書いて一冊にしませんかっていうお話になったので実はそのまあいろんなジャンルの話があるんですけど全部に共通してあるのが食べ物っていうテーマがあってその食べ物から派生して何か。 物語を作っていけたら面白いかなっていうことでこういう形になりましたうんうん、うん、そもそもあのー、まああのしょすごくあの文学少女でいらっしゃるというのは何かこう伺ってたんですけど、えーうん、前から、はい、あのー、自分で書こうっていうようなもしくはその周作めいたものを書いたりとかっていうのはあったんですかはい、全くなくてただこれあのそのちょっと前にマネージャーさんにファンクラブで解放を作っていてそこに。 あのショートショートすごく短いものを書いてみないかって言われてちょっと流されるまま書いたんですね、えー、でそれを書いたものをマネージャーさんが就営者さんに持っていってこれで短編小説を松井に書かせないかっていうことをしてくださってね就営者の方たちもやってみましょうっていうふうに声をかけていただけたっていう、えー。えー でもやっ出演者の人もそのショットを見てこれ松井さん、これ描けるぞここの人ってやって見込んだってことですもんね思ってくださったみたいなので自分は全然その物語を描くっていう頭は全くなかったので書評だったりエッセイは書いたりあのお話をいただいてしてたんですけどなので本当に物語が描けるのかなって不安だったんですけど周りの人たちが行けるかもしれないよって言ってもらえるのであればその船にとりあえず乗っかってみようって そういう気持ちで出発したっていう感じですね。じゃあその例えばそのずっとこう物語お話をその無双するのが好きだったとかそういうことでは全くない。 それはなくってただ昔、昔ち小ちゃい時にお母さんがその絵本を読み聞かせしてくれてたんですけど本がすごく好きだったので<え>何冊もあれ読んでこれ読んで,うん、うん、で両親共働きしてて忙しかったので母がその読んだ物語1冊に対して、はい、じゃあこのお話の続きはどうなりましたか考えてみてっていう遊びをしてくれていて。えー、なんかそれが ここに繋がってもいるのかなっていうのをインタビューを答えてるうちに思い出して それもなんか面白いこうなんていうか思考訓練というかですよね。うんうんはい、発想力がそこで養われたんですかね。うん、ねでまあもちろんねその本もずっと好きでてんで、うんはい、ちなみに小説でいうとこうどのあたりを好んで読まれてきたとかってありますか。えっとそうですね分かりやすく言うと群像劇が好きで、うんうん、あのまあ S.F. とかそのホラーとかそっちじゃなくて人が出てくる話いっぱい人が出てくるがすごく好きですね。えー、ある意味これもねオムニバスで それぞれ違う,こう人物たちがこう複数の場所でこう違う物語を紡いでるって意味ではそういうことかもしれないですもんね。うんうん えー、そのお話、そのでも今までその作ってきたわけではないとおっしゃるそのどうやってこの一個一個のですねそれぞれ全く違うジャンルの話をじゃあ発想されていったのかっていう <laughs>、ねはい、例えばその、ま、1個目の「ハンドメイド」っていうやつだといですま,ずまず1個目を「ハンドメイド」てこう、まあ、不倫をめぐる話ですよね、うんはい、にしたっていうのはこれなぜですか 私順番は私はあのこだわりはそんなになくってただ一応男女男女っていう性別がかぶらないようになっているっていうのなんですけどそうですね。ンメイイドはあのインスタで 結構いろんな質問募集とかみんな今どんなこと悩んでますかって聞いた時にやっぱ恋愛で悩んでる人がすごい多いんだなって意外と不倫関係だったり浮気相手みたいなことが多いんだって思った時にじゃあホテルっていう場所で。 でその中で何があったら一番切ないかな、うん、食べるっていうことでって思った時にホテルにいるのに、はい、ルームサービスでもなくうん、うん、弁当を作って持ってくるっていうのが、ねはいそ,うはい、その虚しさが伝わってくるんですよね、はい、それをかえって弁当箱洗うっていう行為が虚しいし、うんえええええ,えげつないなと思ったのででも、はい、ねよくこんなしかもえげつないし、はい、でもこれ 結つまりその不倫で外では会えないんだけど <laughs>、うん、そのホテルの中ではそのなんかこう家庭気分というか家庭的なムードっていうのを演出ちょっと欺瞞的に演出するためにやってるカップルっていなくないかもなって。<laughs> しかもでも男性は何も してあげないんですよね。そうなんです。これってね。はい。はいはいはい。それもその構造を描ける。あるな。嬉しい。なるほど。でも、その、やっぱり食べ物っていうワンテーマがあって。で、まあ、不倫っていうのを組み合わせた時に、じゃあ、こういう設定なら、やっぱり。僕、今回の六つに共通してるのは、これ褒め言葉なんですけど、六つとも。なんか、こびりついたような嫌さ。みたいな。話全体にずっとこびりついてるような嫌だみ。僕のね、用語で、嫌、嫌さっていうのが、あの、あって、やっぱ、その。 やっぱ人にちょっとなんていう,かちょうわえぐっていうそういう風味を出そうっていうのはやっぱ意図としてまずあるわけですか、はい、そうですすかそうね私自身がそういう話が好きっていうのもありますしうん、うん、多分、内面的にそういうちょっとうがった目線というか、ええ、こうちょっとドロッとしたものがやっぱりあるのかなっていうのは。 すごく意図してて書いいたわけじゃないので、ええ、でもやっぱり誰にでもそういうなんか内面的なちょっと闇というか黒い部分ってあって、ええ、でそれがこう集まってるからこそタイトルもでも表ではそれを隠して生きててそれが剥がれていくからカモフラージュっていうタイトルがうん、うん、全員カモフラージュして生きている人の内側というようなことですね、はい、そうですっていうふうにないましたいやーこれまずハンドメイドで、はい、まずそのやっぱりねこれやっぱ一発目に持ってきたのは、はい、あのまあ さすがのね例えば編集判断としてもいいなと思うのは、はい、やっぱり松井さんの最初の小説だっていうところでえ不倫の話、そうなんですよね。しかもそのこんなさわやかさがない <laughs> なんだろうこうなんかこう恋する女性の叶なわない虚しさみたいなものが凝縮されて,て、はい、これねだから要はうがった見方するとえ松井さんなにそのなんかその自己自分の経験ね、うん、みたいな思うとところが次の今度ジャムっていうあれになると。はいいや 今度またジャンルとか書き口っていうか <laughs>、はい、その物語のリアリティラインそのものがもう全部変わって、はい、もう最初の1行からそこはまたすごいんですけど、うん、最初の1行であリアリティラインが全然違う小説が始まったっていうのがもうすぐ伝わるようになってるしここもだからねさすが小説をいっぱい読まれてる方だなっていうね、はい、1>, あの1行目でもう世界をいきなり書えられる、はいうん、で僕、これはすごい好きでジャンルが。 気持ち悪いい話っていうか、はい、ちょっともう本当平山芽明さんのちょっと週寄りのホーラー小説読んでるような本当に気持ち悪いんていう生理的にも気持ち悪いしんかそこまで言っていいのか分かんないですけど本当にそこを突き詰めてる感じのするというかうでそこに至ってあじゃあ松井さんっていうのは自分のそのなんていうかな実人生を切り,切り売りしながら書いていくタイプの人じゃなくて。はい 割とこうだからその本当に一から構築していくタイプなんだなって思ったんですけど、うん、そういう感じですかやっぱりそそうでね、あんまり自分の中を切り売りっていうよりかは、それはなんか、なんかこういう言い方もあれなんですけど、うんうん、多分やろうと思えば、そのできるというか、自分が経験したことだから、書ける。 何か形にはなれるんだろうなって、うん、いずれまあそういうのね書く日も来るかもしれないけども。考えた時にじゃあ自分から別のもので何か作っていく方が楽しそうだなと思ったので、えー、それでこれですよ。ジャムもなんもずっと頭の中に人が人を吐き出すっていう,う映像があったのでそれを形にしたいなと思って。 いやでも松井さんがそれを想像してるっていうのを想像するのもなんかねまたグッとくる部分でもありますけどこれはあのその時にちょうど結構いろんな美術館に行って,てあてブリューゲルとかいイハスの魚から人がブー出てくるとかああいうのが多分根底にあってそのストレスを感じると今、人は SNS とかまあいろんなところで言うじゃないですか。 その言葉が自分っったら気持ち悪いなっていなてう、うん、じゃあそれをどう処理するのかっていうところでこう生まれていった物語なんですね。さっきから伺ってるとやっぱその物語を発想していくのがとっても話聞くとすごいロジカルにこうポンポンポンってはまっていく、はいうん、だから僕はそのあこの人めちゃくちゃやっぱり本読んでる人なんだと思ったのは、うん、そのなんていうかその今までいろんなその小説でも描かれてきたような構造とか。はい そうういものを完全に血肉とかしてるというか要するにテクニックでここまでいける人だっていうのはすごくびっくりしちゃってホラー的な小説とかもよく読まれたりはするというホラー小説は全然読まない逆にただスプラッターホラーが好きで映画がそういうシリーズがすごく好きなのでこれ書いてるときはそうをずっと見てました。ななるるほほどど 絵と絵,絵,絵,絵画であるとか、はい、その映画であるとかそういう他ジャンルとかのやっぱり受けるインプットもやっぱ大きいですか大きいなと思いますね、うんうん、あの他にも完熟っていう作品も、はいね、映画で見たワンシーンがすごく印象的だったのでこ、ね、そこから生々しく描けたらいいなとこれ、なんか完全にその男性側が女性にこう抱くその性的なフェティシズムというか。はいはい をしかもそのすごく年代の幅を取って、はいそのね、幼い時に見たすり込みっていうのと大人になってからっていうのでなんでこんなことを松井さんが書けるの、はい、っていうのがあって、はい、夫婦関係の経験があるのっていうね想像力で全部ね <laughs> その夫婦の断絶ね、はい、まあ、まあはい、ディスコミュニケーションっていうのはどんな関係性でもあるけどもやっぱりその多分そこれをこの関係に置き換えるとこう出るなみたいなやっぱそういう発想のさえ方されてるように感じるんですけど、はい あ,あどうなんですかね。でもこれは、その夫婦関係で、まあ、夫婦でも家族でも、結局は、まあ、結局はっていう言い方はあれなんですけど、うんええ、他人の部分が絶対あると思って、分かり合えない部分。でもそれを、なんとなく、こう、うやむやにしながら、分かったふりをして、見ないふりをして、ええ、しこう、平行線で生活してるってことがあるなって思ったので、うん、そこから、こう、受け入れがたいけど、でも、 受け入れたふりをしている夫婦の関係っていうのを書けたら面白いなと思って、うんうんね、いやだからそのフェティシズムとそうそうまさにその倦怠夫婦ものとね、はい、私っていうのは倦怠夫婦ものとしてのあれもあってそれをなんていうのかなだからこう作り出せるんだから、はい、だから俺松井さんも無限に書けんじゃねえのかなとでも書けるも、ね、うん、いやいやもう本当に、うん、あーって言いながら書いてましたこれはやっぱりあの編集さんとこう何度かもうやり取りをあってのこの完成度っていう感じですか やり取りがありあます大体いつもなんかこういうことがあってとかこういうことが気になってみたいなことを話しながら、うん、じゃあそれからどういうふうにしたら物語になれるかなみたいなキーワードをいっぱいもらって。 で、それで自分でまた考えて作るみたいな、ね。ダメ出し修正なんてありました?。いや、もう、めちゃくちゃ、はいはい、もう、めちゃくちゃって。はい。いや、でも、それでね、ブラッシュアップ。<laughs> はい。でも、すごく、うん、あの、本当に的を得た答えをいつも、あの、いただけるので。うんうん、あ、じゃ、もっと、もっと、こういうふにしたら、面白くなるんだと思って、書いてましたね。はい、あと、その、僕はやっぱり、これも、やっぱり、あの、本当に書、し本を読ま、読み込まれている方だなと思ったのは、はい、構成がね。 短編ってやっぱり短い中で、ねはいはい、話を終わらせなきゃいけないし、うん、あの逆に難しいと思うんですけど短い中でのこう構成とかちょっとこう一、うんはい、行置いて変わるところの場面転換確かにあここでまた、うん、あの の話し手が変わったなっていうのもすぐわかりますしねリアルタイムインテンションってねこれあれなんかずっと動画配信をしてるねヒコたちの声があってだんだん空気が変な風になってっていうあれとかもこれもこのまま僕舞台化できるなとかこのまま映像化できるなとか思う感じでなんかこっちもしっかりしてるありがとうございます構成がねすいませんねベタもめで気持ち悪いかもしれないでも本当に嬉しいですリアルタイムインテンションはその書いてる時にやっぱその 生配信の合いなのでとがきを意識しないで書こうと思って書いてたので本当に舞台寄りというか舞台の脚本っぽくなってるなっていうのは思うんですけどでもこれはもうすごく時間がかかったそうなんですかすごいこうなんていうかなお話この6つの中でも一番こうんていうかなガーッと進んでる話だから一番こうなんていうかなこれは勢いで書いたのかと思ったら逆にそうじゃないこれが一番時間がかかりましたえどのあたりがこれ難しかったですかこれはもう闇鍋 ものを書きたいっていうのだけが。こみなべものを書きたいっていう、<laughs> そのまず発想が面白いですね。<laughs> その闇鍋ってテーマだけがあって、うん、この前に書いてた話、その闇鍋で書いてた話が全然違うお話だったんですね。はいうん、なので、その闇鍋っていうテーマだけありながら、多分四回目ぐらいに書き直して、やっと。 オッケーが出たみたみいななんかでもねこういる集団最初は仲良さげにやってる集団がこうやってくうちにどんどん「おいこの野郎」みたいなことが明らかになってきてとんでもないもう、まあ、カタストロフというか大揉みになって<ー>でも。 みたいな僕、これはね映画でいうとあの頃ペニー・レイントの飛行機のところで大もめするところとかなんかそれを思い出したりなんかしてすい嬉しで確かに一番こう読みながら映像がもうそのまま再生されてるこの中でも特にそうういいい流れの今、ちょっとあの頃ペニー・レイントってあげましたけどあれとかって参考にされたりしましししたこのめてないです普通に YouTuber の人の自己配信動画みたいなのとかを見てていうかこういうこと VTuber の人がはい、はい、ポンって中の人が出てきちゃって「<ー>わあどうしよう」みたいな<ー>そういうなんかハプニングの方をいっぱい思い浮かべて書いてました<ー>いやとにかくだから多分あれでしょうねいろんなことの引き出しがすごく多く松井さんの中にあって、はい、その引き出しをこうすごくやっぱり的,的,的確に組み合わせることができる作家なんだなというふうに、うん、あ,あ,うあのう思いました、えー、最後の「拭っても拭ってもの」はい、あの「伴奏」こう「女の子」 この絆創膏みたいなことを、はい、あ、これ、これもやっぱ嫌な感じで言うと、うん、やっぱりその絆創膏をつけた状態で。作られたら、嫌な料理とか。ね、多分、そういう発想されたと思うんですけど。<laughs> ねはい、あの、よくこんなこと思いつくなっていう。うん、あ、嬉しいです。普段から、やっぱ、こういう、その絆創膏やだよねとか。はい、はい、はい。拭っても、拭っても、は、その。本当に、リアルに、私が、かかとに。絆創膏貼ってる女の子を見かけて。すごく、それが。 なんんかも,やもやしたんですよこれも語り手まんまのあれですね語り手のそのそ、はい、そうです私を見かけてあーって思って、はい、あーっててあなってその子が本当に彼氏と合流したんでえ,ー、えどうすんのって思ってたところからいろんな人にその絆創膏についてどう思いますかって聞いた時に<ー>意外とみんな別にみたいな感じであれ私が潔癖なのかなっていうところからスタートしたっていう、うん、そ,そのあれですね主人公の見てえって思って。 でそれみんなに話すんだけどいまいちこう打,つ打てば響くように返ってこないってい感じは、はい、こ,ここはなんかリアルに小説にそれはそのままですも、確かに女性同士階段を上ってる時に前の人のハイヒール履いてるかかとにバウンドが見えたら、はい、なんかかですかね意識して見ちゃいますよね。それはすごくわかるからうん、うん、この話も本当に面白くて。はい いやだからね僕、こうやってだから例えば食べ物っていうワンテーマでここまで6つ違う全くのできるっていう方だからとりあえずもう短編でいけばもういくらでも量産できちゃうんじゃないかなっていうように思うぐらいなんですけどのあま長編はゆくゆくですけど多分、私はまだ短距離走が。 短距離走しかできないんだなって思うのでそれはなぜですか体力的な問題ですかねそ書くっていうああな,なのでその、まあ、ダッシュの練習を何回もして体力をつけて長編がいつか書けたらいいなっていうふうに思うので連作っていうんですかうん、うん、短編でつながってる連作を書けたらいいなって今は思ってますうん、うん、いやーこれでもこの調子で出していけば本当に普通に短編小説の名手ですよ。<laughs> ありがとうございます。あのねあの小説出される方って結構ねあの今の芸能人の方もいらっしゃいますけど、はい、あのねこのタイプのうまさの人はいなかったかもって思った、はい、短編がうまい人確かに本当に物語を作るのがもう本当に上手うま、ん、いそう物語を作るのが上手う,んうん、がういまいあとそのアイデアの、うん、アイデアの膨らませ方がうまいいや、うん すみませんね、気持ち悪いなって思います。あ、嬉しいです。ありがとうございます。いや、本当にあの、度肝抜かれました。素晴らしかったです。ということで、来月四月五日に集英者から発売される、松井玲奈さんの短編集、カモラジオ、私ども、あの。ね、あの、ゲラで、あ、まかさせていただきます。なんとか。あ、できたて、ほやほやで。あ、素敵。表紙も。素ね、表紙も、これは表紙は。 松井さんではないんですねなんかちょっとモザイク状になったような女性っていう感じですかね。はいということで、これぜひ、一応し、めちゃめちゃちゃ面白かったです。ということで、ぜひこちら、四月5日にもうすぐということでございます、ちょっと松井さんの今後の作家としての活動も引き続きちょっと楽しみになってまいりましたので、ぜひぜひ、また新感動などでいろいろ、あというか、いろんな形であるので、ぜひ。 あのちなみにスケー放題やっていい特集コーナーとかもあるんですけど。はい、なんかよそで 吐き出してないことがないですか松井さん。吐き出してないことですか。でもなんか総が好きっていう時点でなんかこう新しい一面というか。そうについてだったらめちゃくちゃ。今まで見てきた一面と違うところが。そう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 についてだったら熱く語れるという。熱く語れます。そう。松井さん一押しのねスプラッター映画見ました方いいですけどね。はい。ぜひともこの番組で今後ともよろしくお願いします。お待ちしております。はい松井いねやさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 明日のこの時間は歌丸さんが最新映画を評論する、週刊映画授業ムービービウォッチメンですはい、えー、ポール・フェイグ監督、アナカ・ケンドリックとブレイク・ライブリー主演、シンプル・フェイバー、こちらも当然小説なんですけどね、うんはい、先ほどあの読破し,しました、小説をやる、はいえー、シンプル・フェイバーを評論いたします。